皆さんこんにちは。こんにちは。今日はトウモロコシとさやいんげんのかき揚げです。はい、今日は旬の夏野菜を使ってかき揚げを作ります。レモンとカレージオがよく合います。ぜひご覧ください。テキストは30ページです。トウモロコシとさやいんげんのかき揚げご紹介します。では小寺先生お願いします。はい、お願いします。今日はトウモロコシを1本使います。これ300グラムのもので、まあ、実を今から外すんですけど、外すとだいたい150グラムぐらいになると思います。でこれをまず半分に、まあ、包丁で切ってもいいんですけど、もう手で割った方が私はやりやすいので、半分に割って実を削いでいくんですけど、こうやって立てて、で包丁下にこうしてスッと下ろすと実がこうして外れますから、このようにして実を、はい、こうして外していってください。で全部こう実を外したら、これぐらいの量、ちょうど150グラムぐらいになると思います。はい、でもし実がくっついてたら、ちょっとほぐしてパラパラにしておいてください。はい、はい、続いてさやいんげんは6本50グラムです。はい、でさやいんげんはここのね、ヘタの部分を切り落として、だいたい 7,8 ミリぐらい、あのトウモロコシとね同じぐらいの大きさになるように、 7,8 ミリぐらいの長さにこうしてトントンと切っていってください。ね、トウモロコシもさやいんげんもこの時期美味しいですし、出回るようになりましたからたっぷり使いましょう。はい、はい、でこれを先ほどのトウモロコシのこの入ったボウルに入れます。はい、こうして入れて、はい、では衣をつけていきましょう。はい、はい、小麦粉が大さじ3です。はい、まず粉を入れていくんですね。はい、大さじ3の小麦粉を入れます。そして片栗粉ですね、小さじ1です。はい、片栗粉を入れて、はい、そしてお塩です。塩小さじ3分の1です。はい、お塩入れて、で胡椒ですね、粗挽き黒胡椒少々です。はい、でガリガリとして、ちょっとね先に下味をやっぱりつけておくと美味しいです。で今日のポイントなんですけれども、先にこうやって粉類をしっかりまぶす、それから水を入れてって薄衣に仕上げるのが今日のポイントです。はい、でこうしてね、全体的にもう粉がこうして行き渡りましたよね。そしたらここで今これ大さじ3から4の冷水を冷やしたお水でやっていきます。はい、冷えてるとねカリッと仕上がりますので、あの炭酸水があったらまた炭酸水もさらにカリッと仕上がります。でこれをまず、まあ、大さじ3ちょっとまあ少なめに入れて、でこうして混ぜて、これでさっきの粉と水が混ざり合うことで、だんだんこう衣をつけたようになっていきますよね。はい、こうやってもうギリギリくっついてる、ちょっとくっついてますよね、これぐらいの衣の感じがベストです、ね、こういうちょっとポテポテってつながるぐらい、これぐらいにしたら、じゃあこれを油で揚げていきましょう。油適量を180度に熱しています。はい、では今日はこのサーバースプーンみたいな大きめのこのヘラがありますので、これに入れてあげていきますね。はい、ここにまずこうしてすくって、これぐらいの大きさですね、これぐらいの量を入れて、油ギリギリのところでこうして落としていきます。で同じようにしてもう一個、はい、だいたいね一人これぐらいの大きさ3つぐらいになると思います。滑らせるように落としていくんですね。そうです。でこれがもし油がすごい温度が高すぎると一瞬でバーって散ってしまいますので、この温度は守ってください。180度です。はい、であの揚げ始めはすごい今音もこうバーって賑やかになってますけど、だんだんこう音が静かになってくるのでちょっと待ちますね。はい、でやっぱりかき揚げを作るのが苦手な人はどうしてもこうバラバラになるのが怖くて衣を厚くしがちだと思うんですね。で衣を厚くするとぼってりして団子みたいになって美味しくないから苦手と思われるかもしれませんけど、これぐらいの薄衣でも、ね、バラバラにならずにこうしてちゃんと揚がりますから、やってみてください。薄い衣で180度。はい、そうです。はい、で先ほど揚げ始めた時よりちょっと音が静かになって
でさっき泡でこうあまりかき揚げが見えなかったと思いますけど、だんだんこう浮き上がってきた感じ、トウモロコシの粒も表面に出てきましたので、でこうなって縁もこう触ってみてカリッとしてきたら裏返してください。はい、ね、こうやって裏返して、はい、大丈夫、ちゃんと固まっています。でこれで最後までカリッと揚がるまで揚げてください。はい、ではこれで残り半量も同様に揚げておいてください。でカリッと揚げたものを器に盛り付けてあります。はい、で今日はカレー粉と塩を同量で合わせたもの、この合わせたものをこうして添えて、でこれをつけて、あとレモンくし形切りにしたものを絞ってお召し上がりください。では材料のおさらいです。2人分の材料です。トウモロコシ1本、さやいんげん6本、衣は小麦粉大さじ3、片栗粉小さじ1、塩小さじ1/3、粗挽き黒胡椒、冷水大さじ3から4で作ります。カレー塩、レモン、油もご用意ください。今日のかき揚げはさやいんげんを使いましたけれども、さやいんげんの代わりにピーマンとかオクラで作っても美味しいですよ。揚げたてサクサクをお召し上がりください。はい、今日はトウモロコシとさやいんげんのかき揚げをご紹介しました。